何でしょうか、コオロギみたいな形をした、そうこれ私が食べるんじゃないかな。กระเป๋าสีแดงแช่น้ำนะใส่แป๊บนึงนะこれで乾いたら水分がなくなったら火を止める。なんかこの蒸し炊きに醤油、タイの中国醤油入れて炒めてるだけです。そろそろ OK かな、水分なくなったからそろそろ火を止めて、このまま放置しましょう。まあ YouTuber の料理系 YouTuber が多いといっても、こういう蒸し炒めてるのはないでしょう。変な魚おじさん、変な蒸しおじさんになってしまう。蒸しですよ、蒸し。わかりる？これなんだか、コオロギ君だし、コオロギじゃないかな。ピントが合わない。